そうかけるき、身長の秘密が明かされる。IMP の IM ピックアップが衝撃の展開。IMP のハッシュタグ IM ピックアップで明かされる、そうと気の秘密とは ?IMP メンバー松井港と IMP にデビューして2年目の元井俊介が登場するときょむ JFN の人気ラジオ番組 IMP の IM ピックアップ。 今日は4月22日、一体何の日なのだろうか見つけたらラッキーの13センチメートルの人、番組の MC たちが冒頭でぼう冒険的に推測しているようだ。ラジオスタジオには、今回初登場の松井港とベテランの元井俊介の姿が。二人の慎重さが目を引く写真とともに、ツイッターでも大きな盛り上がりを見せている。 imp のハッシュタグ i m p ックアップ今日も放送。4月22日、今日は何の日でしょう。と番組公式ツイッターアカウントが呼びかけると、ファンからも期待の声が続々と寄せられている。そうくんウィーク楽しみです拍手この座組にしてくださったスタッフ様、ありがとうございます。イきですスパーク。今日もお写真ありがとうございます。 待ってました。拍手拍手キハート。そうくんウィークキハート楽しみです。春可は愛い、偉大好きだよ、お中黒を。IMP のメンバーとしても人気を博している二人が、この日のラジオ番組に登場。一体どのような展開が待っているのだろうか。さて、二人の慎重さが注目されているが、これは一体何を意味しているのだろうか。 番組公式のツイートにも背中合わせのポーズは今日のトークのヒントかなというコメントが寄せられており視聴者たちも期待に胸を膨らませているメンバー同士の身長比較はアイドルグループでよく見られるネタの一つだ大きな身長差は視覚的な面白さがありファンにも人気があるしかし そこには単なるギャグ以上の意味合いが隠されている可能性がある。そして早速、松井港と元井俊介が登場。二人はいつも通りの良好な雰囲気で、互いの身長を確かめながら冒頭のトークを展開します。ファンにとっては、この身長比較シーンが毎回の見どころの一つなのだとか。今回も、この写真、 わざと慎重さを見せてるのかなといった観点から、二人の関係性に注目が集まっていました。この二人の魅力は、まさにそういったプライベートな一面にあるのかもしれません。番組では、IMP のメンバーがリラックスした状態で、普段見せない素顔を披露するのが大きな醍醐味となっています。ゲストの二人も、自然体で楽しそうにトークを繰り広げていました。 そんな中、番組のタイトルにも込められた秘密のようなものが気になってきます。IMP の IMPICKUP というタイトルには、一体どのような意味が込められているのでしょうか番組を通して、IMP メンバーの魅力が少しずつかきまみえていく中で、ファンはこの秘密について考えを巡らせているに違いありません。ゲストの二人も、 番組の趣旨をよく理解しているようで、トークの随所に IMP の秘密をほのめかすような仕掛けが散りばめられていました。例えば、ある時は今日のお題は何かなと視聴者に向けてクイズ形式の質問を投げかけ、他の時は何か特別な予定があるんですよ、と匂わせるような発言をするなど、ファンの想像力をかき立てるような仕草が見られました。 こうした引っ掛けに惑わされつつも、二人の素敵な魅力に引き寄せられていく視聴者。番組を通して、IMP というグループの持つ秘密に迫っていくことが、この番組の醍醐味なのかもしれません。例えば、IMP のような新人グループにとっては、メンバー間の絆の深さを示すシンボリックな行為かもしれない。初登場の松井港が、 ベテランの元井俊介と肩を並べて立つことで、グループ内での位置づけや役割分担を暗示しているのかもしれない。あるいは、これは単なる冒険心の現れなのかもしれない。何の日かを予想しながら、視聴者との一体感を醸成しようとしているのかもしれない。番組のコンセプトである IMP、インパクトのある企画の一つなのかもしれない。番組を聞いていけば、 きっとその謎は解けるはずだ。新人と先輩の掛け合いから IMP というグループの魅力が垣間見えるはずだ。ラジオ番組のコンテンツはテレビや YouTube などの映像コンテンツに比べリスナーの想像力に大きく頼らざるを得ない。視覚情報が乏しい分音声を通じて表現する力が問われる。そのため IMP メンバーたちには リスナーの心をつかむ語り口と表現力が求められる。MC の松井湊と元井俊介は互いの個性を引き出しながら、ラジオならではの臨場感を醸し出していくことが重要だ。IMP のハッシュタグ i m p ックアップは IMP というグループの魅力を引き出すと同時に、リスナーの好奇心をかき立て続けることでしょう。 新人アイドルならではの可能性を秘めたこの番組に、私たちは今後も注目し続けたいと思います。楽しみながらも IMP。いやその先のアーティストの未来を見据えた視点を忘れずにいたいですね。きっと、この番組は IMP のキャリアにとって大きな意味を持つことでしょう。最後に、司会者が二人に向けて、今日の番組はいかがでしたかと尋ねると、 二人は嬉しそうな表情で答えていました。とても楽しかったです。視聴者の皆さんと一緒に学べてよかったです。と力強く述べ、番組の締めくくりを飾りました。IMP のメンバーが自然体でリラックスした雰囲気の中で魅力を発信する IMP の i m p ックアップこの番組を通してファンの心をつかむ IMP の秘密に迫っていくのは 一つの楽しみ方かもしれません。これからの放送にも注目が集まりそうですね。